けっていうのが、プロデュース業に回りたいと思ったきっかけ、まあ、なんか自分がやってる時になんか大人に搾取されてるなってすごい思ったんですよね。あ、それは金の話ですか？お金もそうですし、なんか精神的にも、なんだろう、なんかまあ言うなればまあ駒じゃないですか、商材ですし、メンバーっていうのはまあ入れ替えも効くし、別に誰かが辞めても誰かいればいい、誰か入れればいいっていう風に考えてるアイドル運営の方すごいたくさんいると思うので、なんかそういうのすごい悔しいなと思ったし、もともとのそのなんかオリジナルのメンバーでいい子が揃ったとしても、その子たちを育てたりとか、まあ、精神的な面で支えないとまあ辞めてっちゃうっていうのは思春期だからしょうがないと思ってて、でもなんかその思春期の一瞬しかない部分をお借りしてそのなんか仕事をするっていう面で、なんか自分なら気持ちもわかるし、多分その子たちを辞めさせずにできるなって思ったんですよ。それがなんかきっかけで、大人のなんかおじさんたちがやるアイドルよりも近い目線の人がやった方が面白いグループになるんじゃないかなって思いました。それもじゃあ駒としては使わないってこと？そうですね、駒としては扱いたくないです、まあなんかそのなんだろうな、まあ、シビアな面で考えればやっぱ売り上げとかそういうのも出てくるじゃないですか、かそういうのはまあ仕方ない部分ももちろんあると思うんですけど、なんかなんだろうな、気持ちを考えずになんか使い捨てみたいに使うっていうのはなんか本当に嫌で、だからもっと気持ちの面でつながってればそういう言い方しなくても伝える方法はあるのに、ああそんな言い方しちゃってみたいなのとかが結構よく頻繁に見られたんで、私の周りでは伝え方ありますよね、うん、女性の、まあ、女性で元アイドルでプロデューサーやってる人っていうのは増えてきてるとかどれくらいいるんですか、増えてきてるじゃないですか急に増えてきたの？そうですね。それは森アンナをきっかけに。そうですね。うん、本当？でも結構それまでいなかった。それも知らない。初めてきっかけが森アンナ。だけど私も誰もやってることないようなことやりたいなと。で始めたのはあるので、特にわかんないです。なんか私が知らないところでもしかしたらアイドルさんやってて。やってる人いたかもしれないですけど、あんまりいなかったですよね。もうその自分が知ってる中ではいなかったので、へえ。それでも最近でしょ、始めたの。最近というか、でもオーディションやりますって言ったのは去年の、もう1年、1年ぐらい前、6月とか7月ぐらい。6年の6月。もうでも話があったのはもっと前からだったので、きっかけなんだ。きっかけってか先駆けなんだね。きっかけはもうやんなかった。誰もやったことないことをやりたいみたいな発言僕初めて聞いたんですけど、え、本当ですか？そうなんです、もう常にそうさ、連携でいいから始まる、チャレンジャーなんですいや、でも行ったら違ったみたいなのもあるんです、ね、いや、違います、なんか別にチャレンジャーとかそういうわけでもなくて、ただその今しかできないこと、吉田さんの話にもあったと思うんですけど、私保育士の免許持ってるんで、別に保育士になろうと思えば今保育士も足りないし、多分もうパッとなれるんですよ、だけど多分本当かいや、どこでもなれって今保育士欲しいじゃないですか、まあ確かに、だって手紙来ますもん、保育士になりませんかっていうか来るんですよ、だからそれぐらい結構保育業界がわー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 やってるんで、まあなんかとりあえず職に就けることは、まあ一応あるんで、じゃなくてこんなにそのお母さんとかお父さんがこんな心配してこんなにね時間をくれたのに、なんかここで何もなんか目を出せないまま終わらせるよりかは、ちゃんと自分で納得してちゃんとそれを最後に両親にも見せられた姿でこの業界をおしまいにしたいなっていうのがあって、だからなんか別にチャレンジャーとかじゃないですよ、本当にただ単にマジで誰もやったことがないこととか今しかできないことをやってみようっていう気持ちでやりました。じゃあもうこれは最後なんですね。これですか、人前に出てやる仕事として。じゃあ分からないです、でもそれはけど、でもそのぐらいの気持ちではいます、結構意識の中にお母さんとお父さんがかなりあるよね。ありますね、めちゃめちゃ迷惑かけたので。そうなの？はい。え、何で？めちゃめちゃその高校生の時とかも、すごい迷惑をかけたんですよ、多大なる、どんな、まあ、いろいろ
まあ、もうとりあえず私駅から家がすごい遠くて、うん、まあ、夜ももうなんか12時とか過ぎても毎回共働きなんですけど、まあ、どっちかが迎えに来てくれるとか、うん、でも弟もなんか多分お姉ちゃんばっかりにこうお母さんとかお父さんがバーってなっちゃったので、うん、弟もやっぱりすごい寂しい部分があったり、ちょっと年が離れてるので、うん、ちょっと寂しい部分があったりとかして、やっぱすごい家族にはめちゃめちゃ感謝してて、うん、すごい家族がいたからなんかこういう仕事ができてるっていうのがいつも頭にあるので、常にもう感謝してますね。たまに出てくるね、そういう気持ちが。はい、じゃあさ、アンナさんがプロデューサーをやろうっていう話が出てきたきっかけっていうのは、はい、それは言われたの？それとも自分からこういうのやりたいんですみたいな。もともとはなんかやってみないみたいな感じでした、うん、やってみないって軽く言われて、で、あ、まあ面白そうだなぐらいで、最初は誰もやってないし、まあ、私もやりたいことがないなかったんですよ。写真集出しちゃって、うん、写真集がすごい目標だったのでやりたいことないなと思ってた時にその話をもらったので、うんうんうん、あ、なんか自分が経験してきたこととかがもしかして生きるチャンスかもしれないと思って、でもやってみようかなと思ったとこからちょっと話が進んでって、で、まあ、どんどん最初は軽い気持ちだったんですけど、話がこう詰まっていくうちに、あ、ちょっと本気でやってみようかなと思って、うん、で、始めましたね。吉田さんの場合は、まあ、大人数のグループを自分でこれからなんかプロデュースしていきたいみたいなことは思ったりしてるんですか？思います、うん、それは、うん、なんか、まあ、一つ一つ完成形にしてってからじゃないと言えないと思うので、うん、今まだゆゆもデビューしたてで、うん、はい、実際今もやっぱり側弯症っていう症状が出てて、ステージに上がれない状態なので、そのユーのことほったらかしにして他のことを始めるっていう風には考えつかないですけど、でもユー自体がソロアイドルとしてもう一人の足で立っていけるなっていう風になっていったら、次のグループを作ってユーと一緒にどんどん上に上がっていった方が、それはなんか同じ界隈でいろんなグループ、いろんなジャンルのグループとかがあった方がお互いにメリットが大きいと思うので、そういう面では違うグループを作るのも面白いなと思います。一番好きなのは AKB なんですか、やっぱり。今はそんなに AKB さん見ないですね、うん、なんかやっぱりその一番昔の最初の体験というかアイドル体験が AKB で、うんうん、で今いろんなアイドル3枚いるけどということですよね、うんうん、それぞれいいアイドルさん。うん、好きなアイドルはなんか琴音舞ちゃんも、今は桃色革命っていうグループになっちゃったんですけど、そもそもソロアイドルでずっとやられてた方が渋谷ダメニアの先輩、同じ事務所の先輩でだったので、なんかそのソロアイドルの良さっていうのもすごくよく痛感してて、琴音さんもそうでずっとやられてた、自分がファンだなってこう胸を張って言えるのはやっぱり琴音さんだけなので、なんかそれはなんだろう、ファンの人と一緒に同じ目標に向かっていくっていうストーリーがあるじゃないですか、うん、アイドルには、うん、それを表現できるのは、うん、まあ、ソロの方がやりやすいし、うん、私がファンの目線で見てても、うん、琴音さんを応援してるから、うん、琴音さんについていきたいって思うんですよね。でもグループだとそれって結構難しいと思ってて、うん、やっぱりメンバーの入れ替えがあったりとか、うん、まあ、6人いれば6人中1人苦手な子がいるファンの方も多いと思いますし、まあ、その中でのメンバーの方々もいろいろ出てくると思いますし、なんかまあソロアイドルっていうのはやっぱり一番分かりやすいアイドルの表現方法だと思ってて、なのでユユがソロでアイドルをやってるっていうのはすごく、なんだろう、自分的には理想系ですね。うん、立場的にはプロデューサーは別にいる、うん、そうですね、うん、プロデューサーマネージャーなんですね、うん、関わる的に、はい、プロデューサーがもともといて、うん、でそこでプロデューサーとユウが出会って、うん、その後私が紹介されて、うん、3人で今は回してるって感じです、うん、現場含め。吉田さんの役割っていうのはその中で、はい、どういう役割なんですか？役割はそうですね、でも毎回現場にも行きますし、うん、そうだな、なんかそのグッズの方法だったりとか、その日のどうやって回していくかっていうのも考えてますし、それはお金の面も含めて、
そうですね、お金の面も含めて、まあその多分いろんな人数がいて、プロデューサーも社長、副社長みたいな感じでいっぱいいたら、私の立ち位置はただの物販の売り子っていう形になるのがマネージャーかなと思うんですけど、3人だけなので本人含め結構深い位置で一緒にやってますね。プロデューサーさんと1対1で相談しながら本人含めて話もしてっていうのを結構繰り返してます。なので対バンライブとかで今日はちょっとここがダメだったんじゃないかなっていうものがあったら、なんだろう、なんか私は自分的に立ち位置としてはプロデューサーと演者がいて、その間に入る人が絶対必要だと思ってるので、間に入る位置でやってます。伝える役割みたいな感じですか？そうですね、伝える役割。なんだろう、例えばやっぱり、まあ、全員人なので、誰かがちょっと焦っちゃったりとか、気持ちの面で乱れが出るっていうことも結構あると思うので、まあ、どっちかがそうなった時に自分はどっちの中立でも入れるような立場でっていう風に考えてます、だから例えば、まあ、ここと2人がプロデューサーと本人が喧嘩しちゃったとか、まあないですけど、まだ喧嘩しちゃったってなったら自分が真ん中に入って、でもそれでもチームだからどうしてもやっていかなきゃいけないし、うまい円滑にお互いがこうメリットというか納得した上で進める方法を探す位置だと思ってます。パフォーマンスに関してもいろいろ発言したりはするんですか？パフォーマンスもちょいちょい言いますね、なんか例えばダンスのレッスンとかも、ダンスレッスンが始まった当初から私は結構レッスンに足を運んでいて、もう本当に最初はダンスやったことないから、できなくて当たり前なんですけど、で私も別にダンスがそこまで上手いってわけじゃないんですけど、やっぱりまあ 2,3 年やってたから、ここはこうしなきゃいけないとか、ここはもっとはっきりしなきゃいけないっていうのとか、あとステージ上での目線とか、前の人だけ見てたら、まあ、そのアイドルとして大きくなっていかないと思うので、もっと後ろの方見た方がいいよとか、今日はここ良かったけどここはもうちょっとこうした方が良かったねみたいなのはその都度ライブごとに話し合いますね、まあ、関わる人は少ないから、役割としてはちょっと大きい感じですかね、そうですね。私がまず最初にしたことは、その、まあ、メンバーの選考もそうですけど、まあでも、その女じゃないですか、なんですよ。そうじゃないかなと思った。実は。女性だからこそできることがあると思ったので、こう周りがやっぱり今男性ばっかりなので、こう本当は気持ちを聞くところとかも本当はこう中間の立場にいる人、さっき言ったようにだとは思うんですけど、やっぱそこでは言えないこととか、やっぱり私が経験したからこそ分かる気持ちっていうのがあると思うので、まあ、気持ちを聞いてあげるというか、まあなんだろうな、まあ基本的には本当は上に立ってる立場なんですけど、まあ、ちょっと違ったプロデューサーみたいな感じで、まあ、よく、まあ、メンバーの仲がいいとかすごい言われるんですけど、まだちょっとやれてない感覚はあるんですか？そのあります、いろいろ本当はこうしたいというか今もあるんですけど、なんかなかなかちょっと、ね、私も所属してないのでちょっとうまくいかないところがあります。でもやりたいようにやっていいんじゃないですか？そうもいかないですよ、ね、そうもいかない私のプロデュースとしては、やっぱこう 作詞とか、まあ、楽曲に関わること、まあ、衣装のこと、まあ、あとは何だろう、まあ、構成とかも、まあ、考えてもらってそれを最後に確認するとか、まあ、全部確認をしてほしい立場 で私がここは違うと思ったら違うって言って、だけどその現場にいる人たちの意見もやっぱり取り入れて聞きつつ一緒にやっていけたらいいなっていうのと、まあ、あとは女性のプロデューサーならではのこうやっぱりコミュニケーションの取り方、また、一人一人のことを考えてその先を考えてあげるっていうことが、まあ、私の考えてるプロデュースですね。プロデューサーとしての森さん見ててどうですか？プロデューサーの森さんですか？あんなさん、でもなんかメンバーと仲いいっていうのはすごいいいなって思いますね。私は、私なんかやっぱり自分が立ってた人じゃないとわからないことの方が多いじゃないですか。だからなんかそういう元アイドルがプロデューサーに回るっていうのはすごい、私はすごいなんかいい傾向というかいい流れが今来てるなっていうふうに思ってて、距離感難しくないですか？だってそうですね、甘やかしちゃいそうなんですよ。そうなんですよね、難しいんですけど、まあでも私は
結構分かるよってちゃんと気持ちは聞きます、うん、だけどこうしなきゃいけないとか私はこうだったよとか、うん、やっぱ私が言うからこそ説得力のあることとかも多分あると思うので、うん、ちゃんと聞いてから私はこうだよっていうようにしたり、うん、まあ、気持ちはとりあえずは聞きます、うん、吉田さんの場合も、まあ、まずは聞いて、はい、まずは聞きますね、うん、まずは聞いて、まあなんかその私とユウの違いは、ユウはそもそも今フォロワーが1万人いる状態からアイドルデビューっていう形なので、うん、全くなんか知らなかった高校生が突然アイドルデビューしたっていうのじゃないので、そこがなんかなんだろうな、やっぱりその今までやってきたのはミス ID とかそういうタレントとしての畑で今まで芸能活動をしてきて、写真を撮られる被写体だったりっていうのがメインだったので、それがこのアイドルの畑に入ってきて、やっぱりまあ自分の予想と、まあ、ギャップっていうのもあると思いますし、まあ、今さっきも言ったようにそのグループが今来てるっていうのもあって、ソロアイドルがまあ減っていってるっていうのもあるじゃないですか。それはまあもともとその集客が伸びないとか、どの運営もぶつかる問題があるので、それをなんかどう乗り越えていくかかなと思います。アイドルの運営方法多分2通りあって、一つはまあ下積みからしっかりがっつりでちょっとずつ伸びていきましょうっていうのと、最初から勢い持ってバーッといきましょうっていうのと2パターンあると思うんですけど、まあ、まだそれをどっちか見極めるのまでも達してないかなっていうふうに思ってて、なんかまあ4月10日にデビューして、今ちょうど昨日で1ヶ月ですね、1ヶ月経ったところなんですけど、まだ台湾ライブとかも2本3本しか出たことがないので、今後もっとなんかいろんな機会を持って、ゆう自身の気持ちの変化もおそらくこれからどんどん出てくるし、表現方法も変わってくるだろうし、それを見てファンの人もなんかこの子いいなって思うかどうかっていうのが決まってくると思うので、とりあえず最初のまだ基礎の段階を作ってる時期だと思います。だから今後来月再来月とどういう風に展開させていくかっていうのは、まあ、もうちょっと見ていかないと見えない部分かなと思いますね、うん、今ほら、まあ、アイドル自分自身で始めて、うん、でマネージャーまでやってますけど、うん、なんか次の段階とかあったりするんですか？次の段階ですか、うん、ゆえに関してってことですか？自分の仕事、自分の仕事の次の段階、なんかそれが結構自分の中でも迷ってる部分でもあって、うん、アイドルにしか興味ないっていう部分ももちろんあるんですけど、うん、なんかどういう形でアイドルと関わっていくのが一番いいのかっていうのはよく分かってない部分でもあって、まだ学生じゃないですか、はい、でもこれから就職活動とかあるじゃないですか。いやそれ本当に迷ってるんですよね、なんかどうしたらいいんだろうって思ってて、でもなんか最終的に結局どこの企業に入ってもアイドルがどうやったらもっと世間一般の常識的文化になるのかっていうのをずっと考えてるので、なんかまあまだオタクキモイ的な文化がまあなくもないじゃないですか、うんうんうん、だし、まあ、その AKB さんとか乃木坂とかそういうなんだろうメジャーアイドルが精通したことによって、うん、アイドルが肯定的に見られるっていう部分もあるけど、その分なんかグループも増えちゃったので、うん、なんかまあ知られる認知度を上げることって結構難しくなってきてるなっていうふうに思ってて、だからその子たちをどうもっとみんなに知ってもらうのかっていうのだけを考えてるんですよ今、うん、だしなんかもっとなんか日常的な文化になればいいなっていうふうに思ってる。アイドルっていうその文化そのものをもっと、はい、みんなに知ってもらうっていうことです、うん、日常的な文化にはなってないんですか？なってないですよ。え、なってますか？みんなアイドル大好きじゃない？いやそれはなんか自分の周りだけですよ。これまずい、うん、日常だと使いすぎなんだよ。だってアイドルなんて見たこともないみたいな人全然大学にはいますよ、うん、そもそも興味がない人はたくさんいるじゃないですか、うん、でそこからはまあどう興味を持って、うん、ああ意外といい文化だなって思ってもらうかってとこだと思うので、うん、それやるためにはじゃあ何 やるのがいいんですかね。どうするのが一番いいんですかね。でもなんかとりあえずは
なんかそのアイドルの、もともとアイドルに絡まってるような企業に就くのがいいのか、うん、それとも自分で何かを立ち上げた方がいいのか、もしくは別のそのメディアの部分に、うん、例えばテレビだったりとか、うん、っていうそのまあ広くアイドル以外の文化をこうなんか発信してる部分に入っていって、自分がアイドルの領域をどんどん広げていくのがいいのかっていうのは、うん、まだ未定です。まあ選べるよねこれから。まあ就職活動になりますけど、影響力あるような仕事について、うん、そこから行くっていう手もありますよね、うんうん、それももちろんあると思います、うん、今しかできない面白いことを今はやりたいので、うん、大人にできないような面白いことを考えて、うん、あと2年間女子大生のうちに、うん、女子大生にしかできないことをこの2年はやりたいなと思います。ありがとうございます。